この度僕鈴木拓真22歳和気あって本土に住めなくなり島に移住することになりました。何があったのと思う方もいらっしゃると思いますが、ここでは理由は控えさせていただきます。急な発表にはなりましたが、島流しということです。お金も少ししかないので、これから今晩泊まらせていただけるところを探していきます。最悪野宿です。ただ島で暮らしていくのではなく、これから僕の島暮らしのドキュメンタリーを皆さんにお届けしたいと思っています。以上、ご報告でした。